お疲れちゃんです。座です。今日はミラ8000の22日目やっていきたいと思います。ということで今日はですね、7号に行きます。はい、もう行くまでね終わりません。はい、動画を撮り続けます。ということで、まあ7号リーチまで行ったんですけども、ちょっと落ちたので、まあそっからね今日戻していこうかなと思います。で、今日引き続きこれかな。結局なんかドリルとかスケバルとかいろいろやったっすけど、まあ、このディガープリンがね一番勝てます。はい、ってことで行きましょうか。で、なんかさっきこのね、バッチも、なんか言うのがね、乾燥したので、まあなんか、いいことありそうだねっていう、今日はいい日になりそうだねっていうので、さあよろしくー。さあ、集中。いや、マジさっき、マジゾーン入ってたんですよ。もう溶けたんですけど、なんかね、ラバルのヤナアメザップとか、なんだかペッカラムとか、いつもね、まあ勝ったり負けたりだったとか、まあでも勝率があんま良くなかったような相手をちょっとしばいてる時間がねさっきはありました。はい、ちょっとねその残りがで今やっていこう。ワオ、迫撃スケキン野郎だ。これはねお互いコウモリ最強ですね。ここのトルネードしたら熱かったよこれ。相手このコウモリきついからね。さあ、ということで、マスケとスケルトン部隊と、まあ、ポイズンウッドかなんかが入ってそうな、迫撃です。で、このコウモリは、かゆいかゆい。まあ、無比塗ったけどなんとかなるぐらい。さあ、スケキンが来た。いやー、で、マスケスケ部の方ですね。まあ、きついので言うと、スケキンのマスケ野郎かな。まあ、でも、コウモリが今回お互い最強クラスっていうのは、もう分かってるので、まあ、ちょっとそこだけね。おめえ殴んじゃねえよ。いやー、微妙に殴るやん。さあ、コウモリゲーですね。で、あとは攻め取るね、かな。あー、まあ、これはね、しょうがない。ユーノからの攻め取るねまで行きたいけど、我慢我慢、まだ我慢。まだ我慢。さあ、端前で、早く打っとけば、早く打っとけば、この隙に。また虫除け塗らな。さあ、いやーこれはね耐えるしかないっすね。まだ耐えるしかなくて、耐えた先にもう天国が待ってるんでね、その天国をつかみに行こう。でこれはね陸がないんじゃないからのスケルトン部隊、トルネードでもよかった。いやいいダッシュ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 、オッケーオッケー。でここはスケギンかコウモリと使ったもんね。オッケーオッケー。さあ、姉妹プリン。いや、来てる来てる。これね、コウモリ系ですね。完全なる。で、コウモリ来てもコウモリ系です。マスケだけがちょっとね、違う、場違いなんだよね。スケギンのスキル使うなよ。オッケーオッケーオッケー。さあ、相手は攻めのね、呪文怖いよーっていうね。さあ、ちょっとやだな。まあでも、これマジで、一生このコウモリ系だな。で、縦の選手が頑張ってる。いや、ファイボー、いや、ポイズンか。オッケーオッケー。いや、いい。ディガーが、ぶっ刺さり GG。いや、勝ったな、これ。これはさすがに勝った。負け方教えてほしいぐらい。攻め取るね、ぐらいだな、これ。これやったら負けるっす。ふう。いや、ちょっと待てよ。一回怖くなってきたな。一回だけね。ちょっとだけ怖くなってきたよ。ちょっとだけだからね。全然ビビってなんかねえし。全然ビビってなんかねえし。やべ、ちょっと。やべ。やべ。いや、ユーのターゲット天才か、あいつ。ふふふ。オッケー、来た。これ、しかもユーの残るんじゃない？しかも、なんならマスケを無理やりピピピランドからの？やばい、ない。いや、ないなら落ち着け。坊主。んプリン、どこ行ってんの？ちょっと待って、マジ無能野郎いた。さあ、あれ？俺これもしかして負ける？なんか負けそうなプレイしてるやついるね、これ。ギリ、ポイズン来る。高め。さあ、いろいろ巻き込んで。いや、この一枚読めなかったー。さあ、あと2勝かな。あと2勝か、あと1勝で、いけますね、7-5。いや、あと残り期間は何日だっけな。ちょっと迫撃はね、地味に受けがきついので、熱い。さあ、残り7日か。
なのか。ガチでギリギリだな。いやマジで動画撮る前もめっちゃくちゃマルチ回してたんですよね。でも上がらんのに勝てないね。あ、来た。神試合は泥試合を生んでくれる三重質界。エリポンだけは置くなよ。さあスリーマスケね、よく当たる。この企画やっててね、一番多いんじゃねえかっていうぐらい30しちゃったりますね。さあヒースピーやめて。うん、やめてって言ったのが意外となるんだよねってさっき話したね。さあまあここはさすがに金けど、これどうしようかな。どこにリガー飛ばしてもさ、なんか拾われる気がする。どけ一発。いやーもう一発欲しい。ゴルナイが来なければ全然守れる。ヤダメ来んなよとか言ってヤダメ来たらやばい。さすがに嫌はない。タルだったっすね。さあ来た。三死やろうって。ああ仲良くやる。それ何それ、なんだ今の。目がぐるんぐるん。大丈夫かい、心配しちゃう。でエリババでね、攻めたるババだから調子乗るとおなーりー。ヒースピー引くよ。引かないか。ヒースピー引いてほしかったな。いやーなんで俺らがダメージ受けれない。痛い。いや痛っ。いやでも待って、相手75いってんだな。大トロだな。おめえぐるんぐるんいったら病院連れてたやろこれが。さあどうする、どうする、どうしよう。エリポンあったっけ。あったな。いやこれゴーストがね一番嫌い。うん、あれ甘えたな。これ甘え甘えゲーミング。あヒースピーうまっ。いやヒースピー、うん、おいしい。あ、うん、だから病院行けって。さあいやこのダメージは勝てるぞ。なんで相手さ三重子展開してこないんだろうね。うわすごい、三重子嫌いやん。自分で全然出さんやん。びっくりするぐらい、すごいぐらい出さんで微妙に守るからさ、もう全てがうまくいってない俺の相手。おいしいおいしいおいしい。毎回エリポン壊せてる。いやこの相手はおいしいぞ。さからの三重子が出てこない。いつ出てくるんだあいつ。飾りか、三重子飾りだな。いやマジで三重子忘れたよ。待ってマジで結構ガチで忘れたんじゃないあなた。うーん、いやーマジでコメント欄であった、ゴースト囲むのうまいですね、ありがとう。囲んでいくよ。お願い走んないで、ちょっと待って。囲むのだけうまいね。いやでも待って、ガチでさ俺の相手忘れてるよね。これ許容でいいな。こんなもん三重子使いの方。三重子ってこんな出ないんですか。もう出ないというかもう忘れてる領域。ほら三重子さ出さないからダメージが通んないんだからさ、出せばいいのね。これに来るかな。来ない、本当に来ないね。いやしかもヒースピ処理を待ってからの盾の戦士。これあれだな、あんま言いたくねえけどね、ちょっと間抜けというかね、天然なのかな。あ出てきちゃった。残り1分20秒、ちょっと遅いんじゃない。ユーヌ走っちゃう、だってそれだったら。あー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 あああ、ラーメンラーメン。もうなんかポロスいた時にマジみんな言ってたな、もう病気かよっていうぐらい昼ご飯に今日はラーメンラーメンって、もうライクさんとか KK 麦もみんな言ってたのがもう、わあ呪いかのように思い出してしまった。さあラーメン野郎撃破しましたね、よろしく。ラーメン食いたんできたな、お腹空いてくるぜ。さあユウのザップペッカ工場、ペッカですね。いやペッカっぽいよね。いやこれは古城ババ来た時に盾の戦士いると防衛がすごい楽なので、相手の盾戦温存。あこれ来た、コメント欄であった、ラッツさんゴーストのあんキング起動はみたいな。しょうがない、やばいこれ痛い痛い痛い、待って結構痛いこれ。言うのバカ角度痛い。
さあ7号だな。待って、俺の対戦さっきからみんな7号だ。そういう時間帯とかそういうトロ帯か。これあれっすよ、近畿道してたらとしてたらね、こんなんか自分から引き寄せてあげるとね、言うの仕分けるんだよ。行く気ない時にねトルネで守れます。さあ、いやペッカ工場は多分俺が無言だったら勝てる。集中、これ絶対マジックアーチャーの前にコチョババ来るから、ウッドウッドコロリンチョッパーですね。絶対来るかな、これ絶対なんすよ。いやこれウッドウッドコロリンチョするべきか。うん、ええちょ待って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 、ちょっとだけ待ってくれマジアちゃん。天才すぎん、言うのが無能なのか、マジアチがバカなのか。いや今のなんか痛いね今なんかめっちゃ痛いな正直。あってやばい、これ変なトルネしてるで、これだと一発入るかも。トルネが下手です。うん、いや相手でもねめっちゃ丁寧だね、ケツペックしてこない。さあペック出せよ。いやいいよ、いや待ってめっちゃいい、ザップ打たないで。さあファイボー、いや流れがなんかめちゃくそにいい、なんでだ。いやいけるぞマジで。おおおお、あなんか全てがいい感じに進んでるこんななんかことがあんのか。さては覇気まとってんな俺今、相手ビビってる俺に。こういうシャシャリ言うのとかし始めるとね大抵負け始めるんだね。わあマジで負けそうになってきた。やめてやめてよ。さあめっちゃ低めにねプリン出しちゃいます。今回の相手がでもねファイボっていうのはねありがたい。なんか範囲で、うわうまい、ちょっと待ってガチでうまい。殴れ言うの野郎ども、やばい待って結構やばい、いやすごいことなってる。いやもうどうでもいい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 けど、攻めろ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 、おこれ言うのミラ言うのミラ言うのミラ、いやー際どい、ちっかい。一回天才防衛、いやこれだって使ったよな。おぶねー、コウモリピク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 、おい、いやここまで来るとやめろ、エレキ間に合わない。さあ、あーやばいそれ、ちょっと待って、いやこのゴーストもやばい。え、ちょっと待って、一回冷静にケツから出していっぱい出して、うわ待って、絶対勝ち確だった。うわ待ってやばい、いや俺の必殺ユーノダッシュゲーミング、いやマジである。うわーユーノ帰ってきた、うわ持ってねー、なんで負けたん、絶対なんかプレイしちゃってた。うわこれやばいな、あマジで黙ります。えってか俺7号行ってた、もしかして。あ7号行ってたんだ、さっき7号到達してた、でかいでかいでかい。あとは沼るな、トロなしなしだ。いや持ってねえなマジで、7号行ってたんだ。じゃあもう次76しかねえ、76行かなきゃ。さあよろしく、どうするかね。さあどうするかね、一旦ね大事なのはおしまいプリント、いやー被るの一番ダメさあソリマスケティア
もう1動画に1回は確定の、なんなら2回ぐらい確定で出てくる。さあ、近畿道美味しい。まあ、三子はね、もうトルネで固めて、ウッドコロリンチョですよ。それするだけですよね。あ、で、これ、アイゴレ型だと一つ嫌なのが、ブー、豚の野郎の可能性があるんですよ。で、豚の野郎だと、ちょっと嫌なんですよね、僕からしたら。そう、豚野郎じゃない方が、なんかね、戦いやすい。ですけど、どうだろう。まあまあまあ。いや、悪い防衛ではない。近畿道もできてるんで、これって近畿道してたら、一発か。さあ、アゴハンターだったら、多分エリポンはなさそうですね。まあ、エリポンはない、ロイホグ入りかなーって感じだね。さあ、ユニットのさばき方がちょっとむずいよね。まあ、さすがに一応は延命する。まあ、ダッシュで、ね、粉々になるかもしれないんだけど。よし。でも、アイゴレもあるもんね。いや、これっすね。こうなると、俺の攻めがね、やっぱ通んないっすよね。しかも相手もなんか、ね、全然、こう、めちゃくちゃ攻めてくるっていうような立ち回りとは違って、近畿道いてー。結構冷静なね。これ来るな。こんな。いや、めっちゃあれだね、静かな戦い繰り広げてる。こんな。で、三振の時はいつもこんなんか。にゃん。走るな。もう走り終わったのか、お前は。走ったのか走ってねえのか分かんねえな。もし守れば勝ちみたいな。うわ、トルネ使ったからだ。さあ、いい三子展開が来たね。粘りしかない。マジで。いや、めっちゃ耐えてる。いや、マジで、僕マジ、勝つ方が耐えるしかないんですよ、このデッキ。本当に。耐えることしか考えてないです。あとは、どうやって逃げ切ろうっていう。いや、いてぇ。いや、一応差異があるけどね、これロイホグとかのダメージやばいからね、あれ。やばい。ゴリラの方がやばい。待って、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。やめろ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 やめてくれ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 。オッケー。いや、オッケー。7号戻った。これで、いや、よし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 、ここで7号体をキープしつつ、次また76行って、76体をキープしつつ77行けば無限にトロが上がる理論。8000どころじゃねえ。てか、まあ8000ギリギリだけど、ガチでいけんな。あるな。よし、ナイス勝利。おかわりバモス、行きましょう。さあ、ニコラス。いや、なんか、順位は特別ね、めっちゃ高いとかじゃないけど、すごい有名プレイヤー。多分、5列界のニコラスじゃないかな。
ニコラスって読むのか分かんないけど、コサンゼのゴレちゃんじゃない？うわーもうゴレやん本当に。でこのランバーキングキドはね、 HP がミリすぎてむずい。さあゴレはね嫌なのよ。そうゴレに勝つにはもう序盤からゴリゴリ行きまくり行きまくり行きまくりで言うのまでみたいなね。スケドラー、あこれあれだ、エリポンゴレ、エリクサポンプちゃんピョコンって出てきそうですねこれ。さエリポンゴレか、エリポンを壊せればみたいな。おでもそれ美味しい。タルなんだこれ、お願いランバか、ランバでもいい、キンキド、いやオッケーオッケー、これは熱いやつ、普通に美味しい美味しいからの、ここにしよう、キンキドされにくいでしょここ。あーあーすごいね、エリポン命だ、次元がちげえな俺と。うん、まあエリポンに世界をかけてんでしょうね。よいしょ、いやーこれさすがにちょっとダメージ稼ぎたいからね。俺は縦線とプリンプリンあれっすね。いや待って、縦線出すコストね。いやでもこれは攻めた方がいい絶対。うん、あやばい、昔やばい、全部いかれてる、全部いかれてる、全域だけはやばい。相手呪文ねえかんな、呪文ねえの知ってるかんな、耐えるもん。うん、耐えれん。奇跡。うわーマジかー。リチンやないかーい。うわでもこれプリンの位置近かったかなー。あそこで取るじゃまくもれるもんなー。あーマジで。ここに来てまだ停滞だ、まあ、これの無限ループですね。ちょっともう一回7号に戻します。ちょっとこれはね許せないんでね。いやマジで、ええ俺やん、お疲れちゃんです、まさかまさかだよ、やばいやばいやばい、初めてだよこんな、えやばい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 、どういうこと？ちゃんと理解ができない、理解がやばい。俺が来た。そしてスケルトン部隊。え？一体どういうことこれは？応援してくれてんのかこれは？あーマザネク痛いな。あやばい。お願いお願い、痛い痛いガチやばい。男の許容。うわ待って、マザネク、いやで待てよ、これは俺が負けたらダメだ。うん、俺はこれ勝たないといけない立場にいる今、過去一の集中で。よし、でスケキンマザネクロイのスケブファイボ型ですね。まあ陸がちょっと硬いんですけど、相手の弱点を探すとすればコウモリになるので、まあいかにこのコウモリで世界変えれるか、世界変えれなかったらグッドゲーム。いやーきついなー。
で、このちっこい残り、なんかマザネクがいない時のコウモリがきついんですよね、相手は。だからそこをいかに狙っていけるか。で、ウッドマンがね、俺のプリンがちょっといけねえからね、やりづらい。さあ、いかにマザネクをしばくかも大事。これ結構いい流れじゃない？あー、めっちゃいい延命。めちゃくちゃいい延命されてる。なんかめっちゃ来るな、これ。びっくりするぐらい来る。いや、このウッドニッシュがね、正しいのかがちょっと俺もね、わかんないんだよね。この言うのは、良くないっすね。結局でもね、いかに守れるかだからね。このちっこいね、軍隊がね、意外ときつそう。よしよし、これ守ればトルネ削りとウッド削りで、いやマジで本当にキモい立ち回りになるんですけど、勝つためウッド削り。前ってでもね、一応ファイボがあるんだけど、マザイク、いやこれでも、いや頑張れ。やばい、なんか微妙。やばい、うわ、うまい、その延命。やばい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 、やめてー。いた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 、耐えてる耐えてる耐えてはいる。ザピオくん、いやマザネクスケキンがやべえな、マジ。ファイブウッドもやべえ。いやーでも全然いい、こんなのよくね。いや、相手もこれ、引きこもるよな、そりゃ。もう相手だって攻めなくていいもんな、これ。うわ、強っ。ちょ、待って、これ無理だ。やばいやばい。分からされてる。ちょ、待ってくれよ。なんだこれ。痛いって。いや、マジで。世界を変えるにはでもコウモリしかないんですけど。いや、変えれねえ。ああ。マザネクロール。めっちゃ強いやないかい。ちょっとね、いや、コウモリで、あ、もう何もかも失う。やばい。あー、トロも、チーも、あー、タワーも、あー、グッドゲーム。くー、これなんか複雑な気持ちになるな、これ。マジか。トロ落ちたし、最悪だ、もう本当に。いやー、悔しいな。もういろいろ悔しいわ。うん。さあ、ということで、もう今日はね、終わります。まあ今日は一応75行ったので、まあちょっとね、次は76目指して、はい、残り時間も少ないので、はい、8000目指して、頑張ります。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。